新しい着物、やっぱり小倉屋。普段ひなさんは推薦文を書かないのですが、宮司様からの頼みでしたら交渉してみます。実は最近ひなさんの人気がますます高くなっているんです。しかしひなさん本人はそれらに興味を示さず、いつも通り真剣に読者のお便りに返信をしています。ただそこが皆さんに好かれる理由でもあるのでしょう。少し話がそれてしまいました。とにかくひなさんの推薦文があれば話題性は十分。お二方の娯楽小説が売れて、我々八重堂の売上記録を更新してくださることを祈っていますよ。おう、頑張るぜ。それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。署名は旅人の奇妙な冒険、作者の筆名は千寿斎で問題ございませんね。変な筆名、多分巫女がつけたんだろうな。これまでの付き合いで巫女のセンスが分かってきたぞ。何もおかしなところなどないじゃろう。わらわたち全員で完成させた作品じゃ。ぴったりな筆名では、至急こちらを印刷し、稲妻各地で試験販売をいたします。具体的な売り上げは3日後にお伝えできるかと。どうしよう、おいら緊張してきたぞ。本当に大丈夫なんだよな。その通り、自分の作品に自信を持ってこそ娯楽小説作家というものじゃ。あなた方の登録は済みました。3日後に結果を確認し、ご応募ありがとうございました。皆様の小説が売れることを祈っております。よっ、皆様にいいお知らせがあります。先日出版された娯楽小説の売れ行きが好調で、複数の書店よりいつ重版されるのかとお問い合わせが殺到しております。やったぜ。新人作家がこのような成功を収めるなんて偉業とも言えましょう。同じ冊数の初版であっても大半の作品はこの3割も売れませんから。こちらは見本紙です。どうぞお受け取りください。売上に対する報酬は後日お送りしますので、またその時お知らせいたしますね。あ、そうだ、この娯楽小説を書いた目的は神聖探偵筆記の影響を減らすためだったよな。うん、かなり売れてはいるみたいだけど。安心せ、変化はすでに生まれておる。ほれ、周りの者の声に耳を傾けてみよう。なあ、今流行りのおまじない知ってるか？真夜中に
神聖丹麗筆記に書いてある呪文を唱えると願いが叶うっていう。ああそれね、前に流行ってたやつでしょ。あれならもう古いよ。周りでもそんな話をしてる人なんていないだろ。今流行ってるのは狐お姉さんの秘伝術さ。その呪文だったら僕ももう覚えたよ。狐お姉さんの秘伝術？なんだそれ。なんだ、まだ読んでないのか。なら教えてやる。噂によると無月の夜にその術を唱えれば千個と大勢の妖怪から加護を得られ、どんな願いでも叶うらしい。あとこれも噂なんだが、神聖丹霊筆記のおまじないはかなりヤバいものらしいぞ。願い事で手に入れたモラが一晩で葉っぱに変わったらしく、しまいには高熱でうなされることになったそうだ。最終的には狐お姉さんの秘伝術を使ってやっと落ち着いたとか。つまりこの術はあの呪文よりも高度なものってことだ。俺の周りの奴らもこの術を試してみたくて無月の夜を待ちわびてるほどだしな。そうなのか。だったら俺も準備しとかないと。どうじゃ、安心したか。本当だ、みんなの興味がオイラたちの娯楽小説に移ってる。でもあいつらの言ってた無月の夜って何のことだ。物語を考えた時にそんな設定はなかったはずだよな。この先とても重要になってくるものじゃよ。さてこの勝負もそろそろ次の段階へと移る頃合いじゃろう。あれ、次の段階なんかあったの。当然じゃ。小説が存在するということはそれを書いた者もおるという。ああ、確かにそうだな。そいつを放置したらまた次の神聖丹霊筆記、それにあの小説を書いた理由も。うむ、では取り掛かるとしよう。この小説を書いた者についてはすでに特定できておる。友幸という名の不幸な小説家じゃ。じゃがわらわたちがそやつを見つけた時、その小説について全く覚えが。そう、そやつもかつて取り憑かれておったのじゃ。しかも自らの意思で。話を聞くと当時投稿した小説が失敗に終わり、途方に暮れながら一人で荒海の近くを歩いておったらしい。でもその小説を書いた霊魂はもうそいつから離れてるんだろ。そんなのは簡単じゃ。あやつは小説の中で降霊術の呪わっぱよ。また何時の出番じゃな。何を言うておるのじゃ。面白いのはここからなんじゃぞ。の作者と握手会をするのに一番適した場所じゃよ。わらわの調べによると、ここはあの霊魂を呼び出せる可能性が最も高い場所のはずじゃ。本当か。でもここめちゃくちゃ不気味だぞ。怪異に関することじゃからな、こう不気味なのも仕方あるまい。もうすぐ神聖丹霊筆記の作者が誰かわかるんじゃ。ワクワクしてこぬか。おいら確かに心臓がバクバクいってるけど、これって本当にワクワクしてるからなのか。では行くぞ。
や、やっぱり怖い。ちゃん。昔の稲妻の景色じゃな。すごくよく描かれてるけど、あれ、絵にサインが書いてある。さあ中に入るぞ。この配置は都合が良い。手間が省けそうじゃな。よし、何時らは辺りを探索してみてくれぬか。この部屋を動かす仕掛けがあるはずじゃ。程度有限なる雷霆呪言律流直具現化せよ律令呪言。
せ。チョック、リフィングしようじゃないか。風だ。呪言、律令。逃げようなんて思わないでよね。足元に気をつけて。みんなは俺が守る。雷光へと美しきかな。姿を残す、チョック、律令。壁が回転してこっち側に回ってきた。いい余計不気味で怖くなったぞ。さてここからはわらわが陽子の秘伝術を紹介してやろう。この絵は略式降霊媒介といって、多くの面倒な手順を省くことができる優れものじゃ。薄暗い鏡面にはかつての情景が映し出され、それに心を揺さぶられた霊魂たちが引き寄せられる。さて次は何時の出番じゃ。ほれわっぱよ、ここに座るんじゃ。降霊儀式とは霊魂を生きた者の身に憑依させることじゃ。何時もあの鬼族の武士を見たじゃろう。人間の体から離れた状態ではその場に。でも霊がこいつの体に憑依するなんて。やけにわっぱを心配するのじゃな。まったく羨ましい限りじゃ。はあ、わらわの友人もそのような優しき心を持っておったらどんなによかったことか。わっぱよ、怖いか。大丈夫じゃ、すぐに終わる。な、椅子に座り心身ともに落ち着かせ、あの絵を見るんじゃ。緊張せず自然体でよい。なんかまるで絵の中で座ってるみたいだ。
やの錯覚か。今目が動いたぞ。呪文を念じるんじゃわっぱよ。それと強い思いも必要になる。何を思えば神聖探偵筆記の作者が出てくるか何時ならもう分かっておるじゃろ。小説に関することだよな。その通りじゃ。じゃがより現実味を与えるために少し背中を押してやろう。先生、小説の売れ行きが良好なのはいいことじゃが、いつになったら第4章の大枠が完成するんじゃ。まさかこの降霊儀式をわし自身に使われ、またも小説を書いてほしいという願いか。なんじゃい、この時代では小説が流行っておるのか。やっと見つけたぞ。お前が神聖探偵筆記の作者だな。お前が小説に書いたあの呪文、一体何を企んでるんだ。ほう、なるほど。道理で懐かしい気配がすると思ったら、わしを捕まえるためあれをやった意図とな。もちろん呪文の力であやかしの亡霊を大地へと呼び戻し、稲妻に血の雨を降らせるためじゃよ。なんだってやっぱりそんな恐ろしいことをたくらむ。こうも簡単にこのわしを体に憑依させると。ほう、こやつの体からとてつもない強い力を感じるぞ。よい、実に素晴らしい。この力があればわしの計画を止められる者などおらん。おい、早く目を覚ませ。無駄じゃ。どんなに叫ぼうとこやつは大きい。この体はもうわしのものじゃ。おい、起きろって。そんなやつに乗っ取られちゃダメだ。巫女、どうにかしてくれ。さすがは汝じゃ、察しがよい。高みの見物をしおって。さっきの目くばせはわしにこれをやらせるためだったのじゃろう。ほれ、見たことか。そこのとんどるおちびちゃんを怖がらせてしまったではないか。何を言うておる。さっきまであんなに楽しそうに悪役を演じておったじゃろ。ブラックサイ？ミコ、もしかして知り合いなのか？へ、知り尽くしておるわい。では改めて紹介しよう。こやつが神聖探偵筆記の作者、ブラックサイじゃ。いや、より正確に言うとブラックサイの記憶じゃ。記憶？レイコンじゃないのか。まあ、レイコンも記憶ももともと血脈から来る同種のものじゃ。先日獣域ハウンドが神王の根に噛みついた剣を何時も覚えておるじゃろ。その時血脈から溢れ出る人間の記憶を何時らは見たはずじゃ。人間のものがあるならあやかしもまたしかりじゃ。
生前あやかしは法力を有しておる。たとえ昔日の幻影であっても姿を現すかどうかを意図的に制御することができる。そして一般的に人間の記憶よりも長くこの世に残ることが可能じゃ。そうじゃ、九段の小説もわしが神王の根の近くをさんで気まぐれにそやつの体に入り。そうだったのか。でもなんで本の中に恒例の呪文なんか書いたんだ。ふん、自慢じゃないが、わしは生きておった頃一世を風靡した大妖子での、わしの記憶は人間の体に入ることができるんじゃ。そこであの呪文じゃ。あれを使えば誰もがこの世にしばし戻ることができる。え、でもこやつは乱次郎のその行為が人間に迷惑をかけておると言いたいようじゃ。迷惑とは、わしらが去る時に夢が終わってしまうことか。あった、それと熱が出てしまうこともそうじゃったか。人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。自分たちの手で運命を変えられる点こそ人間の最も誇れる点じゃとわしは思う。他の者の力に頼って努力をおろそかにするなぞ、痛い目を見て当然じゃ。むしろわしは人間のために貢献しておると思うぞ。そうじゃろ、ミコ。わらわもそう思う。わ、じゃからおちびちゃん、そう怖がらずとも大丈夫じゃ。ミコは普段ふざけておるが、法力だけではない、裏臭い。何時の書いた神聖探偵筆記よりもわらわのし、ふん、そういうことじゃったか。面倒なことを一番嫌うお前がこの画室に来てわざわざわしを呼び出したからには、きっと何かを。以前みんなで百物語をした時もいつもわし、まあよい、わしの負け。何百年もの時を経て、いつも人の肩に乗っ取るのが好きだった小娘がこの数百、裏臭い。何時に残された時、そう長くはない、みんな同じじゃ。わしらは来たじゃが、満足しながらもみんな思わず口にしてしまう、もう一度百鬼夜行をやりたいと。裏臭い、そのことなら安心せ。わらわの鈴の音が響く頃、それは無月の夜が降臨すると。おっ、そいつはいい、素晴らしいぞ。あっ、ミコ、その時が来るまでわしは力を温存せねばならん。昔話もここまでじゃ。わしは帰るぞ。ふむ、行くがよ。ミコよ、一つ聞くが、今日まで。当然じゃ。特に近年世に娯楽小説なるものが普及した。それだけでない、それにあの頑固な絵もようやく少し融通が利くようになったしの。ほっほー、そいつはいい、素晴らしいわい。裏臭い、何時も何時のように物語をかけて絵も描ける人物は八重堂の主力となれるはずじゃ。あ、消えた。目は覚めたか？大丈夫だよな？意識ははっきりしておるか？さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、わらわが言うよりも先に。どうじゃった？初めて憑依された感覚は。そうかそうか、
どうやら何時に事の一裏くさいに負けを認めさせることができ、わらわも心がすっきりした。じゃからあやつらがやりたいと思ったことは、そうじゃ、あやつらは血脈を流れる記憶の一部に過ぎぬ。ここまで付き合ったんじゃ、もちろん最後の儀式も手伝ってくれる。おいおい、まだオイラたちをこき使うのかよ。さっき裏臭いと一緒になってオイラをからかったし。まあまあ、乗りかかった船じゃろ、最後まで手伝ってくれぬか。健康料ふぅ、これわっぱたち、来てくれたか。うむ、時間ぴったりじゃな。はっ、原稿料のためなんだ、来るしかないだろ。ミコ、百鬼夜行の手伝いって何をすればいいんだ。正直オイラたち、百鬼夜行が何なのかすら分かってないんだけど。百鬼夜行と聞くと恐ろしいものに聞こえるやもしれぬが、ざっくりといえば、その昔あやかしたちは宴を開き、溺れるほど酒を飲んだ。揚力で空を飛び、その様は月の明かりさえも遮るほどであった。じゃが現在、血脈から溢れ出たあやかしの記憶は力が弱い。そこでわらわがあやつらのために修礼儀式を行い、さすればあやつらは鳴神大社の上空へと集うことじゃろう。そして実は儀式の前準備はもうとっくに終わっておる。わらわが小説に書き加えた呪文と、確か無月の夜に、そうじゃ、あの本に書いたのは願いを叶えるための魔術。その時が来たら皆であやつらを送ってやろう。わらわはじきに儀式の準備に取り掛かる。まず神社の巫女たちに下山するよう。百鬼夜行が行われれば、大量のあやかしの記憶が鳴神大社の上空を舞う。万が一誰かに憑依でもされたら、後々厄介になるからの。その後わらわは儀式を始め、あやかしの記憶を集める。この過程は時間がかかるゆえ、その間何時らには陽光山のふも、普段のチリチリとなった記憶であれば危険はないが、
力が集まれば魔物たちにも影響は。奴らは本能で山へ登ろうとするじゃろう。なんじらにはそれを阻止してきてほしい。お、わかったぜ。で、その後はどうする？ふむ、その後か。神社へ戻り手伝いをしながら近くであやく。よし、それじゃ。下山を？宮司様の命令ですか？そうなんだ。これから行う儀式がお前たち。そうなのですね。すぐに手配。オイラたちはあいつの手伝いをした後ここに戻ってきて一緒に儀式をやるつもりだ。宮司様はあなた方を以前まではこのような重要な儀式を行う際、では儀式の方はお願い。安心しろ、オイラたちは。ミコが儀式を始めるみたいだ。オイラたちも下山して魔物たちを阻止しに行こう。浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。裁きの雷くらえ。ふう、
全力攻撃だ。ステイ。それ。そこ。わめきなさい。よっ。はい。捕獲完了。よっ。この身。吹雪特化せ。あの魔物たち、なんかすごく凶暴そうだぞ。おう、早くやっつけよう。オイラも妖怪が見てみたいし。あ、来たぞ。風だ。一緒に遊ぼうよ。無我の境地。さっ、よっ、さっ、さっ、ふっ、さっ、結霜せよ。みんながそばにいてくれるわ。またかわせなかった。はっ、お、はっ、ふっ。逃げようなんて思わないでよね。ふう。一緒に遊ぼうよ。風だ。命を捨てに来たか。全力攻撃だ。見切りました。稲光り、すなわち永遠なり。足元に気をつけて。逃げようなんて思わないでよね。サビたい。やはりダメだ。わめきなさい。砕け散れ。はい、よし、魔物はもう全部片付いたみたいだ。巫女の儀式はどこまで進んだかな。早く鳴神大社に戻って様子を見てみよあやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。
宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ。導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。導きたまえ。かしこみかしこみかしこみを申す。裏くさい。汝は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今汝らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。ん？わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。まったく。巫女、もし心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら奇想でもおごってもらおうかの。おう、もうわかった。今度おいしいもんをおごってやる。うむ、であれば次に会うのを楽しみにしておるぞ。今日がミコにご飯をおごってやる日だったよな。場所は雨竜亭だ。行こうぜ。気にしなくていいから。
旅人の奇妙な冒険、まだ次の章は出ないんだろうか。ああ、もう待ちきれない。まさか本当に無月の夜にあんなものが現れるなんて。 あの夜、陽光山の頂上に黒くて大きな雲が現れたよな。でも本に書いてあった方法で願い事をしても何も起きなかったな。娯楽小説は所詮娯楽小説。あれ以来小説に書いてあるおまじないが全く入らなくなったよな。でも旅人の奇妙な冒険なら、俺巫女がいない、店の外にいないってことは先に入ったのかな。わっぱよ、したか。ミコ、なんでオイラたちの到着を待たずに食べ始めてるんだよ。それはナンジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ。いても立ってもいられなくなるのは当然じゃろ。店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。会計は、はいよ。どうしたんじゃ、二人とも。早く席に着かんか。これを食べてみよ。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後夜通しで稲妻城へと運ばれてき、もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも惜しい。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。どの値段のもの。おい、ミコ、ひどいぞ。前にここで原稿を書いた時はただの串焼きしか食べさせてくれなかったじゃないか。うん、そうじゃったか。ほう、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは何じらじゃったろう。それにわらわのような気品をもてなさぬのは心が痛むことじゃと思うが。でもこれってすごく高いんだろ。オイラたちが払えない可能性とか考えないのか。それなら大丈夫じゃ、問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説、近頃またなんだって。まさか。あの時の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。ナンジラの今の姿、実に滑稽じゃぞ。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから。じゃから、旅人の奇妙な冒険の最新章は、締め切りはもうすぐじゃ。頼む。そうしてくれて感謝する。今日は実に。そういえば鳴神大社で行った修礼儀式を、まさかあの頑固頭から手紙をもらう日が来るとは。まあやりすぎじゃったようで、くどくどと文句が書いてあったのじゃがな。はあ、別に良いじゃろうに。みんな楽しかったんじゃ。そうしてくれて、そういえばまさかあの、はあ、さすがエリカ、また修行が上達した。